は皆様、フラ講師のひろこです。今回はおにゅうくうくうというステップを紹介しますね。おにゅうについては別の動画で紹介していますので、よろしかったらそちらをご覧ください。くうくう、ハワイ語で早くという意味です。なのでおにゅうを通常のテンポより少し早く回す。1回、2回は早く、そして3回目はいつものレギュラーのおにゅう。そんなイメージで体を動かしてみてください。それでは音に合わせて一緒に練習してみましょう。いかがでしたか？このステップの練習の一つのポイントとしては、かかとをしっかりと浮かせないようにして、そのかかとに乗るという感覚をイメージすることも大切です。そして膝をこのように交互に使ってあげる。そうすることで余分な力が抜けて、スムースに美しい八の字、終わりがないという、そんなイメージにもつながるこのおにゅうというステップを楽しんでいただけるかなと。